はい、では、筋肉をつけて脂肪を燃やすシリーズ最後の3回目です。いよいよ、これから脂肪が燃えていきますんで、皆さんカズさんの動きをよく見て、覚えておいてください。で、前回までで筋トレをやって、ミット打ちですね、激しい有酸素運動をやりました。今度は逆に心拍数を少し抑えないといけませんので、ゆっくり1キロのダンベルを持ってアッパー、アッパー、フック、フックの動き、これをやっていきます。これですね。それです。はい。でも筋肉が完全に疲労してますし、先ほどまでの段階で、エネルギーですね、体のエネルギーを使い切ってます。で今度は、脂肪を燃やしていく段階ですね。この段階では、逆にゆっくりした動きですね。これを、何分か継続していきます。ああ楽ですねさっきまでと比べてだいぶ楽です。でここもその非常にきつい動きでやってしまうと、脂肪が効率的に燃えてくれませんので、筋トレとボクシングをやって最後にこのシャドウをやる段階ではこういうゆっくりした動きですね。こうゆっくりした動きでじっくりと脂肪を燃やしていく。じわーっと汗かいていきます。それが、脂肪が燃えてる印ですね。こうじわーっと汗かくこの感じを、10分ぐらいですね、やってもらいます。10分。はい、通常は10分ですね目安としては10分ぐらいやります。まあでもできそうですね、10分ぐらい。そうですね、はい、こんな感じですね。はい、OK です。はい、ありがとうございますありがとうございます。で、これまで3回シリーズとしてやってきたんですが、やはり最初はきつい筋トレですね。筋トレをしてもらって、高強度の有酸素運動、そして、低強度の有酸素運動、これで、筋肉をつけながら脂肪を落とすということが可能になりますので、ぜひ皆さん、試してみてください。わからないことがあったらまた、動画までコメントくれれば、返信しますのでよろしくお願いします。じゃあカズさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、よしあー楽になった今日体張ってるな